今回の動画では当たり前ですが、巨大な昆虫の画像がビシバシ出てきます。画面上部に次に出る昆虫の案内をしているので、苦手な虫がいる方は、そちらを見ながらご視聴ください。ほらたぬきさん、もうすぐご飯の準備ができるから、テーブルの上を片付けてちょうだい。じー。たぬきさ。じー。ん？お鍋の中じっと見つめて、一体何してるのよ。いや、虫嫌いあるあるの動画でも話してたけどさ。こう、白菜たっぷりの鍋を見てると、虫が隙間に入ってるんじゃないかと気になって。ちゃんと吸い出しついてないわよ。白菜に黒い点みたいなものがついてる。その黒い点は虫じゃなくて体にいいポリフェノールなのよ。急激な寒さに当たると発生する生理現象で、凍結しないように対抗してできた美味しさの証拠よ。あ、そうなんだ。でも、やっぱり虫がいないか気になるな。というわけで今回は、閲覧注意な巨大昆虫について紹介していくわ。昆虫が苦手って話をしてるこの流れでなんで。ほら、ショック療法的なあのあれみたいな治療法よ。小さい虫が気になるぐらいなら、大きい昆虫を次々に見れば、ちょっとやそっとじゃ動じなくなるでしょ。本当にその治療法を理解していってる？それじゃあ早速、抵抗感の少ないであろう生き物順に巨大昆虫を紹介していくわ。さらっとスルーされたんですけど。まず最初に紹介するのは巨大カブトムシよ。巨大カブトムシといえば誰でも知ってる人気のヘラクレスオオカブトね。お、これは僕も大好きなカブトムシだよ。とても有名で、小さい頃から馴染みのあるカブトムシじゃないかしら。体長は120〜150mm、180mm を超える個体もいる世界最大のカブトムシと言われていて、オスは孵化する前になんと 100g を超えることもあるみたいよ。 180mm って 15cm 定規より大きいってこと？そうなるわね。中央アメリカから南アフリカの熱帯雨林の雲霧林に生息していて、大型の個体は1000〜2000m の高山帯に住んでいるそうよ。オスは黄金の毛をまとっていて、羽の表面の色は温度によって変化するようで、湿度が高いと黒褐色に、湿度が下がると黄褐色が濃くなるのよ。黄金の毛を持っているってなんだかかっこいい。ちなみに世界最大のカブトムシはもう一種類いるんだけど、その名もエレファスゾウカブトよ。え、世界最大はヘラクレスオオカブトじゃないの？ヘラクレスオオカブトは世界最長、エレファスゾウカブトは世界最重量のカブトムシなのよ。オスの体長は70〜120mm、メスは約80mm と、ヘラクレスオオカブトより二回りは小さいけど、大型のものになると、体重はなんと 50g に達する成虫もいるそうよ。日本のカブトムシのオスの成虫でも 9g ぐらいだから、5倍以上重いのかしら。ちなみに、幼虫のエレファスゾウカブトは、成虫の約3倍、150g にもなるそうで、ずっしりとした重量感があり、世界最大の重みを感じられるわ。重量感がすごい。こちらは、メキシコ南部、中央アメリカ、南アメリカの熱帯雨林に生息していて、強靭な鋭い爪と6つの長い足が特徴的で、木にしがみつく力がとても強いそうよ。重い体を支えなくちゃいけないもんね。次に紹介するのは巨大蜂よ。ひえ。この蜂は、イギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス氏が発見したことから、ウォレス・ジャイアント・ビーと名付けられた蜂で、羽を伸ばした時の横幅は 6.4 センチ、体長は大人の親指と同じぐらいのサイズがあるわ。上にいるのってミツバチだよね。そうね、上に並べられている専用ミツバチの大きさは15〜20mm程度。比べてみると、3倍近い大きさの巨大蜂であることがわかるわ。ウォレス・ジャイアント・ビーの特徴は、黒いボディとサメのような大きな顎。この蜂は、1981年を最後に姿を消し、絶滅したと考えられていたんだけど、なんと、2019年に、インドネシアの北マルク諸島で、メスの個体が発見されたのよ。お？ちゃんと生き残ってたんだ。あ、でも、こんな大きな蜂がいるのは、ちょっと怖い気も。これだけ大きな蜂がいれば怖いのも納得だけど、近くにも負けず劣らずの巨大蜂がいるじゃないの。へえ、そんな蜂どこにいるんだろ？アマゾンとか？日本にいるオオスズメバチよ。あ、完全に忘れてました。オオスズメバチって短すぎて忘れてたけど、そんなにでかい蜂なの？でかいも何も、世界中にいるスズメバチの仲間でも世界最大級だからね。日本含む、インドから東南アジアに生息するオオスズメバチは、羽を広げるとなんと 7.6 センチ。女王蜂は体長40〜55mm、
働き蜂は27から40ミリもあるウォレスジャイアントビーをしのぐサイズ。その大きさもさることながら、有毒生物の中でもトップクラスの毒を持っていて、攻撃性も高い危険な蜂なのよ。こっちの方が断然やばかった。オオスズメバチは全国に分布していて、里山では夏から秋にかけて被害が多発すると言われているわ。もし遭遇したら巣に近づかない。黒っぽい服装は避ける。白い服や帽子で髪の毛を隠す。姿を見かけても刺激しない。これを意識することが大切よ。次に紹介するのは巨大ガよ。何これ、モスラ。あら、モスラを知ってるならぜひこの巨大ガ与那国さんも知っておいてほしいわね。与那国さんは連子目山眉ガ科に分類される西表島や石垣島、与那国島などに生息するガで、その大きさは日本最大。体長は130から140ミリ、羽を広げると25センチもある個体もいるそうで、手のひらからはみ出すサイズで地球上で2番目に大きなガなのよ。日本にこんな大きなガがいることにびっくりしたけど、世界にはこれよりもさらに大きなガがいることにびっくり。その特徴的な大きさと模様から怪獣モスラのモデルになったとも言われていて、比較すると身近なナミアゲハの羽を広げた大きさは4から6センチほどだから、与那国さんはナミアゲハの5倍近くのサイズになるわね。アゲハチョウでもそこそこ大きいのにゴマ粒みたいなんですけど、こんな巨大なガが顔に飛んできたら絶対パニックになるだろうな。沖縄の人であれば知らない人はいないほど有名なガなんだけど、最近では人気ゲームの集まれ動物の森にも登場して名を馳せたわね。過去にもゲームに出てくる生き物を紹介する動画をアップしたけど、生き物好きとしてすごく楽しかったわ。集森にはいろんな生き物が登場するからね。次に紹介するのは巨大グモよ。こんなサイズ作り物以外で存在するの？これはルブロンオオツチグモと呼ばれる南米の熱帯雨林に生息する世界最大のクモで、南米北部のガイアナ共和国では全長30センチ、体重170グラムの個体も発見されているそうよ。15センチ定規2本分の大きさ、ブル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 。日本に生息しているジョロウグモと比較してみましょうか。ジョロウグモは成体の体長はメスで17から30ミリ、オスで6から13ミリ。つまり、ルブロンオオツチグモはジョロウグモの10倍ぐらいの大きさになるわね。右下のこれだけじゃ、もはや何の写真かわからない小ささ。ハーバード大学の昆虫学者が夜中、真っ暗な森の中でこのクモと遭遇した時の様子をこう書き記しているわ。硬い足が地面を踏みしめ、その重みで乾いた落葉の砕ける音がした。ボッサムかネズミのような小型の哺乳動物と思いながら、懐中電灯のスイッチを入れて音のする方向へ光を当てた。見た瞬間、大きくて毛深いネズミくらいの大きさの動物だと思ったと、初めて見た時はあまりの大きさにクモであることを判別できなかったそうよ。これだけ大きければそういう反応になるよね。でもタランチュラみたいな見た目をしているけど、ものすごい猛毒を持ってたりするんじゃないの？動物の森だと触れた瞬間にゲームオーバーになるじゃん。ああ、それこそゲームをプレイした人はタランチュラが危険な生き物だと思ってそうね。実はタランチュラという名前のクモはそもそも存在しないわ。え、そうだったの？タランチュラとはオオツチグモ科に分類されるクモを総称する呼び名、通称であり、ルブツオオツチグモも同じくオオツチグモ科に分類されているんだけど、タランチュラの毒は人間にとってそう強い毒ではなく、死に至ったケースもなし。アナフィラキシーショックを起こすリスクはあるものの、毒性は蜂の方が高く、噛まれても皮膚が赤く腫れる程度で、噛まれた瞬間に倒れるということはまずないわね。え、そうなの？だからクモ愛好家からもオオツチグモ科は人気が高く、ペットにすることも多いそうね。ただタランチュラは体中に身を守るための刺激毛を生やしていて、これが皮膚に付着すると炎症を起こす危険があり、目や粘膜に入ると激痛が走るわ。危険を察すると自己防衛のためにお腹の毛を蹴り飛ばして反撃してくるんだけど、怒らせない限りは大丈夫だから刺激しないようにしましょうね。写真を見て焦るような人は絶対飼えないね。次に紹介するのは巨大カミキリムシよ。ひー、どんどんえげつない昆虫が出てきてるけど、このサイズでカミキリムシなの？ふふふ、いいリアクションするわね。たまに笑顔で紹介しているキツネさんに恐怖を感じるよ。これはタイタンオオウスバカミキリという世界最大のカミキリムシよ。南米の熱帯雨林に住んでいて、体長は15から20センチと大人の手のひらサイズ。
その大きさから海外ではタイタンビートルとも呼ばれているわ。日本にもゴマダラカミキリという白と黒の斑点が特徴的なカミキリムシがいるけど、こちらは体長2から4センチ程度だから10倍以上大きい計算になるわ。触覚を含めないでこのサイズと質量の昆虫はまさに前代未聞ね。存在感が半端ない。これだけ大きければ天敵なんていないんじゃないの？どんな昆虫でも大きさで圧倒しそうな巨体と人間の指まで噛み切りそうな大きな顎を持っているものの、実際は個体数がとても少なく生態に関しても不明な点が多いのよ。最近ではさらに数が激減していて絶滅危惧種に指定されることになったわ。こんなに大きくて強そうなのに絶滅危惧種なんだ。ただこれだけでかくてレアな昆虫となればマニアたちは喉から手が出るほど欲しくなるもの。標本コレクターの間では1匹5万円で取引されることもあるそうよ。そんなに高値がつくの？今年の誕生日にはタヌキさんにプレゼントしてもらおうかしら。金銭的だけじゃなくて精神的負担も重すぎるんですけど。次に紹介するのは巨大キリギリスよ。その名もジャイアントテキサスキリギリスね。この見た目でキリギリス？赤い目をした凶悪なバッタみたいな雰囲気なんだけど。まあバッタもキリギリスと同じバッタ目に分類されている昆虫だから近い関係ではあるわね。そこからバッター目バッタ科、キリギリスア目キリギリス科に分かれているんだけど、バッター目には少量バッタやイナゴ、キリギリスア目にはクツワムシやツユムシが分類されてるわ。ややこしい。話を戻すと、これはアメリカテキサス州の乾燥地帯に生息している巨大キリギリスで、体長100ミリを超える大人の握り拳と同じぐらいの大きさを誇るわ。日本に生息しているキリギリスが体長約3センチだから3倍ぐらいの大きさになるわね。真っ赤な目と鋭い顎が特徴的で、通称レッドアイデビルと呼ばれているわ。レッドアイデビル、中二心がなんだかうずく。彼らの武器は何といってもその巨大な顎から繰り出されるパワーで、人間の指であっても噛まれると流血するほどと言われ、安易に触るのはとても危険。見た目通り肉食性で獰猛な性格をしており、食欲も旺盛。獲物を見つけると鋭い棘のついた前足でがっちりと捕まえ、強力な顎でバリバリ噛み砕く。もっと凶悪なイメージのあるカマキリやハチですら捕食する生態系の上位に君臨しているわ。おそらく自然界でも昆虫の天敵は存在しなくて、小型の鳥類や哺乳類と争っているかもしれないわね。これも昆虫界のインベーダーでしょ。もしかすると地球を侵略してくる宇宙人もこんな見た目をしているのかもしれないわね。それじゃあラストに紹介するのは、さっきからずっと右上の文字が気になってたけど、みんなのリアクションが楽しみな巨大ゴキブリの紹介ね。最後に紹介するのは世界最大の巨大ゴキブリ、鎧モグラゴキブリよ。ひえー、ん？なんだか想像していたよりも気持ち悪い見た目じゃないというか、ゴキブリっぽさはあるけどダンゴムシみたいな見た目してるぞ。体長は最大80ミリ、体重は最大で35グラムにも達する超ビッグサイズ。日本全国に生息している黒ゴキブリが体長約30ミリ、体重は 0.5 グラム程度だから、体は2倍以上大きくて体重は70倍もあるヘビー級のゴキブリなのよ。めっちゃ重い。これだけヘビー級なのにすごいスピードで動き回ると思うと。いいえ、鎧モグラゴキブリの普段の動きはダンゴムシのようにゆっくりなのよ。ゴキブリといえば台所に現れる素早くて不衛生な昆虫というイメージを持っている人が多いけど、自然界で生きているゴキブリの多くはゆっくりとした動きで落ち葉などを食べてくれる、いわゆる森の掃除屋の役割を果たしているゴキブリも存在するのよ。鎧モグラゴキブリはそんな鎧を着たモグラのような土に潜るゴキブリとして標準和名が付けられ、成虫になっても羽を持たない不衛生な害虫でもない、ペットとしても人気のゴキブリなのよ。僕の中のゴキブリのイメージと全然違うな。彼らはオーストラリアクイーンズランド州の熱帯地域のみに生息しているんだけど、草食性で地中から数十センチから1メートルほどの深さを掘って巣穴を作り、巣穴近くの枯葉を巣の中に溜め込んでひっそり暮らしている温厚で可愛いゴキブリなのよ。このサイズのゴキブリがいきなり現れたらさすがにビビるけど、動きもゆっくりで飛ばないなら意外と平気だったりして。気に入ってくれたみたいでよかったわ。それじゃあ早速うちでも明日からペットとして。それだけは勘弁して。変な生き物チャンネル。
以上が閲覧注意な巨大昆虫についての紹介よ。どれもこれも想像をはるかに超えるレベルのサイズで衝撃的すぎた。海外はスケールの大きい生き物ばかりだったが、それでもオオスズメバチやヨナグニさんを見ていると日本代表選手も負けてないけどね。これで少しは虫への抵抗感も薄まったんじゃないかしら。そう言われればなんだか小さい虫とかどうでもよくなった気がする。それじゃあ気を取り直してご飯の時間にしましょうか。あんな写真を見た後、食欲なんてなくなるんですけど。あ、昆虫に慣れすぎて TPO をわきまえることを完全に忘れていたわ。